こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。ゆるかの時間です。まあ、あの、我々はさ、うん、日々、こう、いろんなこと選択しながらな。そうだね。まあ、右行くか左行くか、あるいはもう4択、5択、いっぱい選択肢あるかもしれない。そうだね。でも、その中から一つしかいけんからね。うん。うん、そうそう、選択のレベルもさ、いろんなレベルがあるじゃん。うん。例えばさ、あの、あなたが前に取材した、あの、富士そばのさ、鉄板焼きの前に立って、まずあったかいそばにするか、冷たいそばにするかとかさ、すごいご飯物にするかとかっていう、そういうレベルの日々の選択もあれば、もっと何かすごい人生の選択、例えば、ね、就職先をどこにするとか、結婚するしない、例えば逆に離婚するしないとかさ、そうだよな。そういう大きな選択、うちを買うとか買わないとかさ、それもあるよな。あるかもしれないし、そうだよな。常に選択の連続だよ。そう。だからさ、また日々の選択のね、その例えばご飯を何食べるかとかさ、うん、ね、靴を右から履くか左から履くかとかさ、そういうちっちゃな選択がまた積み重なって、うん、一つの形に方向性が決まってくるかもしれないね。そう。だから日々の、まあ、選択、これをね意識しながらやったら大変だよな。瞬間瞬間ね、じゃあ、今日は右から歩こうかとかさ、うん、ね、うん、朝起きてじゃあね、うん、あの何をするかとかさ、うん、そう、それで無意識にこうやってるから。そうだね。だからその意識のところと無意識のところと実は両方あるわけじゃん、私たち。そうそうそう。だからその無意識とか分かんないけど、なかなかね。そうだから無意識でやってることでも何らかのこの信号が出てるわけだからね。実はね。なんか、うん、何かの意思が働いてて無意識に行動してるという。うん。だからそっち側を選択しやすい何かがある。そうあるんだよね。うん。うん、無意識化でこっち側をどうしても選んでしまう。そう。だからそれがこの例えば今、困難があればその困難につながっている可能性もあるしな。その癖がね、あの選択の癖だよね。そう、考え方の癖というか、うん、そうそう、うんうん、当然だから例えば困った時には楽な方ばっかり行っちゃうっていう癖があるかもしれないし、逃げ癖がついてしまってるとかね、うん、あるいは人を責める癖があるかもしれないし、う、ね、うんうん、あるいはきちんとこうなんかこう引きこもってしまう癖があるかもしれないし、うんうん、行動するという癖があるかもしれないしというね、うん、いろんな癖があるから、その癖がやっぱりある時、うんうん、積み重なって一つのよくわかる形になってくる、うんうん、なんかさ、もう傾向と対策っていうさ、大学受験とかであるけども、うんうん、自分はこういう傾向なんだと、でもこういう人生もやめたいってもしその人が思ってるんだったら、傾向と対策で自分はでもこういう傾向があるから考え方をこういうふうに変えなくちゃいけないよねっていう、うんうん、まあ、行動をこう変えなくちゃ、でも行動をこう変えたいと思っても結局その行動が変わらないわけじゃん。そうそう、そういう傾向があるわけだから。そうだよね。じゃあその行動を変えるためにはどうしたらいいのって、その根っこにある無意識にそちらを選んでしまうのは、うん、なんでそっちを選んでしまう人生なのかってことを解き明かして、そこでプログラムを変えるしかないんだよ。そういうことだよね、うん、そうだから、そういうことはさ、多分無意識というか、うん、潜在意識というかさ、うん、自分の深い部分ではそういうメッセージが来てるはずなんだよね。そうだね、うん、だから、あの、まあ、言ってみれば不都合なことが起こるっていうことはそのメッセージでもあるわけだからさ。そうだね。うん、だから絶えずその、絶えずその自分とアクセスする、うん、自分にアクセスするっていうかね、うん、そういうふうな、癖、そういう癖をつけるっていうかね、うんうん、今こうだけどどうなんだろうっていうふうなことをさ、うん、まあ、問いかけてみたりさ、うん、か問いかけて、じゃあそこでどうなるの、問いかけてぐるぐる回りじゃダメなわけだよ、うん、問いかけて投げかけて、うん、答えが出ないでうーってまた逆にこうドツボにはまるわ、うん、だからやっぱりそういうのはちゃんとメッセージをキャッチする力が私は必要だと思う。そういうことだよね、うん、それはこうこうこうで今ドツボにはまってるんだよって、こうなんじゃないの、うん、っていうのがふっとやっぱり、そうだよね、まあよくさ、なひらめきとかさ、うん、なんだろう、まあメッセージが降りてくるっていうか、そしてひらめきとかさ、言うなんかの声が聞こえたとかさ、うん、言うけど、やっぱりそれが怒る人じゃないとダメなのよ。そうだよね。だから怒ってんの、うん、本当は。そうそうそう。だから、いわゆる、いろんな情報として来るとかな、例えば新聞見てたらそういうのがピッと目に当たるとかさ、うん、誰かがアドバイスしてくれるとかさ、うん、ね、いわゆるピピッと来るものがね、うん、あるはずなのよ。そうだね。それを大事にできるかどうかであって、それをやっぱりこう、うん、なんてお金がないからとかさ、うん、ね、やらない理由を人間探すんだよ。そう、理由がいっぱいあるから、忙しいからとか、そう、忙しいからとか、うん、来、来月にしようかとかさ、来年にしようとかね、そういうふうに、そうそう、だからその時パッと動く、うん、だから小笠原なんかそうだよね、うん、あれなんか、いけない理由なんかいくらでも作れるんだから。いかない理由も ね、台風来たら困るもそうだし、10日も休めない、ね、お金もかかる、船酔いする、船酔いする、うん、いくらでもあるよ。ある。でもあそこで思い切ってパッと行った人たちって、うん、すごいね、なんかこうスイッチが
入れ替わるのが切り替わるものがあるんだよね。非日常のスイッチを押したんだよ。そうそう、だからそれと同じようにさ、うんうん、俺思うんだよね。そのなんかパッと思ったピピッときたこと、うん、ね、俺の場合はね、やっぱいても立ってもいれなくなるね。そのよかったというね、うんうんうん、やらずにいられない、うん、そんなにたくさんあるわけじゃないんだよ、うんうん、だからあの昔ね、30ちょっとの頃に中国行った、うんうん、そこで人生変わったけど、あんなの理屈で考えたらおかしいよね。何のために行くのかって散々言われたのも、あのいい歳なんだから、うん、現実生活きちんと考えて、うん、ね、嫁さんももらい、うん、ね、仕事もきちんと、うん、ね、安定させ、うんうん、ね、そういうふうなこう生き方を考えた方がいいんじゃないかって散々言われて、あれだから何か確かラグビーで骨折して入院したんでしょ。そう、入院してる時に、入院してる間にそういうようなね、中国に遊びに来いよって誘いがあって、本当にちょうど入院した頃にね、うん、その佐藤さんっていうね、うんうん、名古屋の友達が家族連れで中国に学校の1年にね、うん、そう、あの日本語の教師としてね、うん、あの行ったのよ、うんうん、それがちょうど入院中だったの、うん、その時にね、なんかつらつら考えたのね、うん、俺このままでいいんだろうかなって、30過ぎて、うん、こんな風な仕事で、いいんだろうかって、どうしてもこう40になった自分がこんなことやってるイメージはなかったからね、うん、だから今なんか大きなあれかなって、あの思った、節目かなっ、思っちゃったんだよね、節目かなって思う。もうベッドに横になりながら暇だからさ、そう考えるしかないよね、う思うわけよ、うんうん、そうしたらその時に、ね、彼が言ったから、うん、あ俺中国行こうと思って、うん、別に何のも何もね、別に中国に思い入れがあったわけでも何でもないし、すごいよね、うん、だからそう思ったらもういても立っても入れなくなって、うん、1年後だったかな、うん、行ったのよ、行ったんだよ、ね、うん、で、まあ、友達のところまで苦労しながら行ったりしながらさ、うん、でもその中で気候と出会うわけでしょ。それでそこで出会ったのが小津先生、中川先生、だからもう人生変わっちゃうんだからさ、ね、だからそのピピがね、すごく大事だと思うよね、うん、うん、でそれはあの絶えず来てると思うんだ。そうだ、来てるよな、ああそう、だから多分一回逃したからダメだってわけじゃないと思うね、うん、常にだから神様は平等なの、うん、あなたにだけピピッとくるようなメッセージを送って、うん、私には送ってくれないとか、 そうだよね、そういうことじゃないわけ、みんなに送ってるわけ、 そういうことね、それをキャッチする能力があるかどうか、そうだよね、うん、それだけの違い。だからさ、もうとにかくちょっとね、これから新しいセミナー考えてるけどさ、今ね、うんうん、あの俺はね、そのピピッと来た人に来てもらいたいわけよ。そう、あのチラシの中にもね、うん、ベタな文言だけど入れたんだよね、うんうん、ピピッと来た方ぐらい。小笠原もそうなんだよ、ピピッと来た、もう説得して、説得して来る必要ないわけ。そう、私たちがね、小笠原に行ったらこうでこうでこうで、うん、こんなにこうでこうなんですよって言って説得するね、こっちはつもりもないし、そうそう、まずその情報、うん、情報が届くってことでしょ、うん、でその情報に反応するっていうことでしょ。だから、うん、そういうことの中でのつながりっていうのが、俺は小笠原の新しい場を作ってると思うし、そうだ、ね、今度からその新しいセミナーにしても、あのなんかそこからまた新しいもの生まれてくる、うん、と思うんでね、うんうんうん、だそういう関わり方だから、別にその大勢集めることを目的としてない、うん、本当にこの気の合う仲間作りみたいなものをね、うんうん、私やっぱりね、あなたの言ったそのおかゆるかっていうのは、ね、すごい言葉だと思う、うん、ああなるほどね、私はそれを思ってるのね、うんうん、だからそういうセンスっていうのはあなたすごいと思うわけ、うん、やっぱり今回のこのセミナーを通してやっぱりおかゆるかが増えていくと思う。なるほどね、そうだね、うんうんうん、そうだな、うん、まあね、我々その小笠原でさ、うん、今回イルカと会えなかったんだよ、うん、だけどもあんなに楽しかった、ひょっとしたら今までの中で一番楽しかったかもしれないそうだね、うん、あそうすると、うん、それはさ、やっぱりおかえるかの集まりなのよ。それは我々のメンバーもそうだし、うん、小笠原のあのおつかみ屋さんっていう釣り具屋の親父さんもそうだしさ、うん、あの涼さんとかさ、うん、あのシャディバンガローのね、そうそうそう、ご主人とかみんなそうだよ、ね、シータクの皆さんもそうかもしれない、そうそう、みんなさ、やっぱおかえるかなんだよね。そうかもしれない、だから人間とイルカっていうのはもともと兄弟かもしれないし、そうかもしれない、ね、だから同じ素養を持ってるわけだよね、うんうん、だそういったものが、うん、ああいう場で出てくる、うん、だ我々もおかえるかだし、みんなおかえるかなんだよ、ね、うん、本当はね、うん、本当はね、そう、海にいるからイルカさんで、私たちはね、おかイルカだから人間っていう名前がついただけであってさ、うん、そうだからイルカは海人間かもしれないし、そうもしかしたらねな、うん、だからイルカが言ってたよね、なんつったかな、あなたがねキャッチしたメッセージだったな、うん、人間とイルカの違いはっていうことを言ってたよね、うんうん、だからイルカはそれこそこうな、無視の愛か、うん、ね、うん、に向かって無償の愛に向かってな、うんうん、どん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 こう突き進んでいけると、うん、人間は何かできなかなかできないと、条件付き、うん、そう、その差があるんだっていうふうなことをね言ってたよね、うんうん、だからそれと同じでさ、いや我々別に無償の愛ばっかり考えなくていいんだけど、うん、でそのイルカのいいところを見習う、
そう、だからその条件付きの愛であっても、その条件っていうのが、うん、まあ、まさしくそのエゴじゃダメなわけよ、うんうん、こんだけしてやったんだからこう返してくれみたいな、そういう条件付きは私よくないと思う。そうだよね。だから本当にね、このセミナーを通してオカイルカがどん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 増えてって、うん、みんなが生きやすくなるっていうの、うん、そうだね、それが一番、そうだよ、自分もそう、自分が楽しくないと何よりも やる私たちが一番楽になる、うん、そうだね、うん、うん、本当にね。だから今度また詳細はね、うん、またご案内しますけど、そのピピッていうその感覚、ね、そう、そのピピッていう感覚をまあ大事にしてほしいな。そうね、私も大事にして、そうだね、うん、今一時だけじゃなくて常にね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。